さあ、こんばんは、ティンダーマークブ、金属です。青山高校、山本学園高校から改名した高校でございます。前回、まあ、女子野球の話と、あと、高校野球の話についてそう紹介しました。今回は青山高校はどんなところか。山本学園高校が前身でございます。はい。行事では確かに演劇教室というのがあって驚きましたね。はい。オータムチャレンジとかいろいろあります。あとはコンクールありますね、いろいろと。はい。あとは学園祭、体育祭、クラスマッチ。まあ、修学旅行もありますけど、制服もリニューアルして、まあ、SDGs2 機を使ったものです。はい。青山高校にはなんと DMM 英会話も導入しておりますし、Wi-Fi 完備 OK、ICT の活用もベリーグッドです。はい。普通科特進コースは、まあ、育成型の特進進学コースもあります。はい。普通科普通コースには、Google Classroom と Google カレンダーでも管理もしてますね。はい。商業科のビジネスコースは、まあ、地域探求と韓国語を学べます。はい。クリエイティブアニメ機器ではアニメーションについて学べることができます。理想科ではファッションデザインも学べちゃうんです。はい。その青山高校部活動は野球と女子野球、まあ、第二の名中を育てっていう感じですね。はい。サッカー、剣道、卓球、陸上、バレーボール、バドミントン、ハンドボール部、テニス、ソフトテニスあります。あとは IT やクリエイト、茶道、華道、書道、あとは美術部、吹奏楽部、インタラクトクラブ、家庭ですね。はい。ダンスドリル、そして、軽音こと、軽音楽部。軽音ご存知かね、アニメ。見てる方も、おりますけどね、はい。青山高校はこれからもよろしくお願いします。高校野球は、創学館に負けましたけどもね。青山高校はいろいろ変わってんです。女子野球発掘目指せです。というわけで、青山高校の話でした。バイバイ。